改めまして、はい、では代表の方から始めさせて、はい、ですね、今あの病院総会で人事案が承認されました。今回の人事は、まあ、国会開催中ということもあり、継続性を重視してあのほとんど変えてありません。ただあのさっきも挨拶で申し上げたように、とにかく第二世代の育成という意味も入っております。ですから、まあ、若い柿沢幹事長を起用させていただいたということもですね、次の世代の育成を考えています。まあ、私からは以上です。何かございましたら。では幹事長の方から。はい、どうぞ。はい、今回図らずも松野新代表から両院議員総会の場で、突然のご指名をいただいて、私もちょっと腰を抜かしたような気持ちだったんですけれども、しかしご指名をいただいた以上もう腹をくくって、とにかく維新の党再スタートで、ここからもう一度上昇気流に乗れるよう頑張っていきたいというふうに思っています。党務については、まあ、いわば初めての経験ですので、まあ、こうした分野に非常にこう得意とされておられるキャリア豊富な松木健康先生に、私を支えていただく幹事長代行にどうしてもなっていただきたいということで、就任をしていただきました。これからの松木先生と力を合わせてですね、党内が一丸となって維新カラーを出して、これからの国会論戦に臨んでいけるよう頑張っていきたいというふうに思います。以上です。はい、それではどうぞ。はい、今日いよいよ発足したということなんですけど、はい、まあ、改めて、まあ、残余期間というふうな、まあ、ということをおっしゃってますけど、はい、まあ、改めて、まあ、どういった方を目指していきたいかというふうに思います。まあ、基本的に昨日 QT で申し上げましたし、私も今まで結党から携わっている人間ですから、とにかく改革政党であるということをですね、やっぱり前面に打ち出していきたいというふうに思っています。これまでも身を切る改革、多分今までの政党では、できなかったぐらい、ただ法案を出すだけではなくて、法案が通らずともできることはまず自分たちからやる、こういう姿勢も、ずっと継続していきたいというふうに思ってますし、とにかく改革マインドを忘れないということが、私たちの政党の、まあ、基本的な姿勢ではないかと思っています。どうぞ。はい、柿沢幹事長に、まあ、今まで党務への経験がないというようなことですけれども、まあ、どういったことに配慮しながら、まあ、党務にされていきたいかというのをお願いします。まあ、それぞれが持ち場で十二分に力を発揮していただけるよう環境整備に努めたいということが言って、まあ、それと、まあ、私自身はどっちかというと政策の政調の方で仕事をさせていただいてきた人間ですので、まあ、これから維新の党が、まあ、やっぱり国民に対して、統一されたメッセージをしっかりと発信できるよう、まあ、できれば広報、対外広報的な部分についても私は力を入れていきたいというふうに思っています。昨日早速 BS 富士のプライムニュースに出させていただいて、党首討論についていろいろとコメントをさせていただきましたけれども、まあ、私自身は、まあ、党務を担当すると同時に、まあ、ちょっと非常にこう不詳ながら申し上げれば対外的な発信役としても一定の役割を担っていければなと、こういう気持ちでおります。逆に言うと党務についてあまり私が背伸びをして、自分ができるかのような錯覚に陥ってはいけないというふうにも思っていまして、その点、松木幹事長代行に、やはり、得意なその特殊能力を発揮していただいて党内をがっちりまとめていただくという役割を果たしていただきたいなと期待しています。はい、毎週の講話です。
します。はい。大臣にお願いします。はい。安全保障法制が、まあ、当面一番大きな課題ありますけれども、はい、このような姿勢でどういうことがあるかと思います。まあ、昨日も党首討論で申し上げたけれども、特に今回の安全保障法制に関しては、日本のターニングポイントになる、ある意味、戦地に自衛隊を送るということを秘めている法案ですから、やっぱりこの時期にバッジをつけている重み、この法案に携わることに対する責任というものをですね、しっかりかみしめながら、法制に禍根を残さないような審議にしたいというふうに思います。まあ、特にですね、どうも今の政府を見てると、まあ、8月までに上げればいいみたいな姿勢が非常に目立ちますんで、そうではなくて、充実した審議をすることで、国民の皆さんにいろんな問題点や覚悟というものを、やっぱり国会審議によって求めるものだと思いますんで、できれば国会をまたいでですね、しっかりやってもらいたいというふうに思っています。PKO でも3国会、ずっと言い続けてますが、別に引き延ばすということではなくて、やっぱり10本の法律、10本、11本の法律が出てるわけですから、しっかりそこは、我々が、議論で穴が開かないように、しっかりした充実した審議というものを求めていこうと思っています。はい。関連で、はい。安保法制なんですけども、はい。あくまでもその、もし、まあ、政府が仮に8月までに、まあ、まとめ、まあ、上げたりということを、うん、手が伝わってきた場合というのは、うん、まあ、今後、まあ、議論の中で法案の審議で、まあ、賛否が決められると思うので、うん、まあ、その強行、まあ、強行にという姿勢が見えてきた場合は、うん、まあ、その時点においては反対されるという考えもあるということです。審議が詰まってなければ当然、そこの採決の場にいないこともあり得るというふうに思います。はい、はい、他にございます。はい、現時点での法案の内容についてはまだ、まあ、見解の取りまとめするのがあると思います、うん、現時点ではまだ決まっていない。もちろん我々の考え方も決まっていない、これから詰めているところです。今回の法案は調査会から上がってきた叩き台で、できれば全員討議を何度か繰り返すぐらいのことはやりたいというふうに思っています。本当に大きな法案です。他にございますか。はい、東京新聞の横山です。はい、今まではもう枝垣教授で、はい、大きなテーマがあるごとに、うん、橋本を最高顧問とも連絡を取ってやってきたという経緯があったかと思います。ただ、まあ、正解を表明されて、今後、橋本最高顧問とどう付き合っていかれるか。まあ、今現在分かりませんが、やっぱり橋本最高顧問が大阪で行った改革というものはですね、やっぱり我々の党の原点でありますので、しっかりそこは、いろんなアドバイスをもらいながらやっていきたいというふうに思います。それが法律顧問っていう形になるかもしれませんけどね、分かりません。ただ少なくとも、最高顧問を今回引き受けていただきましたんで、大変喜ばしく思ってます。はい、柿沢幹事長、まあ、柿沢政調会長の幹事長起用なんですけど、はい、やっぱり、まあ、第一世代の育成ということで、うん、将来はやっぱり代表候補にというのは、もちろん柿沢さんも含めですね、例えば今回政調会長に就任していただいた今井さん、また役員室長になってもらった石関さん、また異彩の大熊慎二とかね、非常にいい顔ぶれがいますんで、なるべくそういう人たちが育ってくれるような、環境というものを出したいと思いますし、なるべくいろんな経験を積めるような場所を作っていきたいというふうに思っています。はい、ここに、はい、共同通信の中です、はい、よろしくお願いします。執行役員会のメンバーなんですけども、うん、枝体制では13人だったのが19人に、うん、増やしました。でこの狙いを教えてほしいんですか。やっぱりですね、いろんな意見が、聞ける場にしたいなというふうに思って、これは僕の思いで、執行役員の数は増やしました。まあ、執行役員会で例えば今まで選対とか入ってなかった、まあ、僕が代行してたのもあるんですけれども、選対とか入ってなかったし、
まあ、いろんな、それぞれの、司の人間は全部入ってもらおうと、まあ、執行役員会で全部の話が分かるようにしようという思いで人数を増やしました。バリバリですか、うん、よろしいですか。はい、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。